はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルジョナサン・ジョースター編究極、こちらのフロア4を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。で、アビリティ見ていきましょう。まずはリーダー降臨奥安ですね。ぶち壊し抜けるオーブラボーガチャリをつけております。そしてオラ太郎ですね。仲間連携やらせて恐怖を克服したものですね。続いて降臨シーザーですね。剣風シャボントラップアイテムブーストをつけています。アイテムブーストのところにですね、共闘の旅路をつけるのもいいかもしれません。私はスタンバイにね、セロハンをつけているので共闘の旅路は使っておりません。で、セロハンですね、喧嘩アイアイをつけております。リンクスキルはシーザーですね。そしてグライザーを連れていきます。では参ります。この4フロアね、まあ1ラウンドのみの感じなんですが、結構めんどくさいですね。最初はアイテムを置かないといけない、続いてはアイテムを消さなきゃいけないっていうね、まあちょっと面倒じゃないんですかっていう感じの構成ですね、になっております。さあ、これはどういう風になっているのでしょうか。当たり判定はどこになってる。一応全員倒せましたね。全員倒せたようです。さあ、オラ太郎に CS を使っていきましょう。受け取ってもらいます。さあ、これでバフがかかりまくりました。さあ、続いてパパウが動いちゃってくれてます。さあ行きましょう。ここはですね、もう遠いところをねいるのに任せておきましょう。何死亡を倒していけば、アイテムがこれで全部倒なくなったはずなので、勝手に倒れてくれるはずです。何体かは倒れてくれるはずです。これでね、もうウンルールは倒れましたね。ウンルールリパーを倒せました。あとはサンタナですね。サンタナが倒れてくれればいい感じです。これはパパウも倒せそうですね。本来ならばパパウを残すっていうのも一つの手なんですが、まあこのまま倒しちゃいましょう。やらせ手があるのでね、倒しちゃいます。さあ、タルブラが落ちてきました。タルブラが攻撃を仕掛けております。タルブラが倒しちゃいました。さあ、タルブラもオラオラで倒していきましょう。はい、無事倒すことができました。まあ1ラウンドなので、こういう感じです。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、フロア5ですね、こちらを攻略していきたいと思います。では、ラーサマ隊。